ばんは、デザコイのお時間です。今宵の案内は私 KG が務めさせていただきます。本日は初の神奈川エリア、はるばる片瀬江ノ島まで足を運んできました。江ノ島といえば海、夏を満喫できる湘南エリア、この夏の時期にぴったりな物件をお届けします。海を愛するサーファーの方必見です。海を 100% 満喫できる贅沢なロケーションをお楽しみください。それでは、行ってらっしゃいませ。小田急江ノ島線を利用し、片瀬江ノ島駅にやってきました。竜宮城のようなデザインが可愛らしい駅です。撮影日は海の日。38度を超える猛暑の中撮影を行いました。海を楽しむには最高な条件でしたが、暑すぎてゆっくり撮影ができなかったのが悔やまれます。私も若い頃、江ノ島で遊んだりしましたが、その頃と比べると様子が若干異なっていました。駅出てすぐに水着のギャルと黒光りするマッチョマンたちで溢れていた記憶があります。駅前はなんだか落ち着いた様子でした。モラルを持って遊ぶようになったのかもしれません。遊び方や価値観は常に変化していってるんだなと中年おじさんは思うのでした。駅を出てほんの徒歩2分、本日案内する物件がございます。振り返ると竜宮城デザインの駅がちらっと見えるのです。こちらが物件の裏口になります。表に回ってみましょう。2021年1月竣工、地上3階建て、海を愛する人におすすめしたいサーファーのためのデザイナーズマンションです。間取りは 1K1LDK2LDK のお部屋をご用意。ペットの飼育が相談可能です。駅から徒歩2分ですが、海へは徒歩3分という立地です。江ノ島の展望台を見ることができます。名前はシーキャントルというみたいですよ。サーフィンを終えてこの通路を通ります。サーファーたちが語り合う絵が浮かんできませんか？敷地内には駐車場が完備されています。キープアウトと書かれた看板、立ち入り禁止ってことですね。個人で所有されている自転車でしょうか。サーフボードを持ち運べる仕様で面白いです。こちらがゴミ捨て場スペース。横には沖縄に咲いてそうな赤いお花、南国感感じます。エントランスへ行きましょう。各住戸のメールボックスと宅配ボックスが2杯、モニター付きオートロックでセキュリティもバッチリです。それでは中へ入っていきましょう。共有部も夏を感じるデザインです。アルコールの置き台はサーフボードデザイン、かわいいです。奥へ進むと裏口、開けると専用のサーフボードラック、月1500円でレンタル可能です。向かいにはシャワーも完備されています。エレベーターで目的階へ。今日はどんなお部屋と出会えるのだろう。ワクワクします。それでは行きましょう。扉を開けると段差のないフラットな玄関。玄関の空間はストレスが少なくなるよう広めに設計されているようです。入り口には手すりがついていました。両側に扉、目の前には玄関収納です。2列に分けて収納可能です。右の扉から見ていきましょう。こちらは開けやすいスライド扉になっています。お部屋探しはデザコイ。
チャンネル登録お願いします。洋室約 7.2 畳です。図面では寝室と表記されています。クイーンサイズのベッドも置ける奥行きです。カップルでのご利用もおすすめですね。正方形の窓がついています。こちら北側になります。風通しも良さそうです。窓はレバーを回して開けることができます。ここ注目です。クローゼット収納の前にパイプハンガー。これは場所を取るウェットスーツをかける専用スペースなのです。サーファーの皆さんどうですか？お部屋入ってすぐかけられるのは良いですね。だから開けやすいスライド扉なのですね。続いてのお部屋は洗面所です。トイレと同室の設計です。トイレ、洗面台、洗濯機置き場と壁面に並んでいます。動線を考えられているのでしょう。続いてはお風呂です。浴室乾燥を備えたユニットバスです。入浴ビュー。洋室へと戻り玄関へ。続いてはメインフロアのご案内になります。準備はいいですか？リビングダイニングキッチン約 12.6 畳です。縦に長く南側に大きな窓とバルコニーがあるゆったりとした間取りです。同じ空間にありながらリビング、ダイニング、キッチンがやんわりと区別されております。おっと、壁面にフック。これはサーフボードを壁掛けできるサーフボードラックです。お気に入りの一枚をここに飾りたいですね。キッチンはカウンター式。コミュニケーションが取りやすい配置です。キッチン部分はグレーの色味の下がり天井。デスクコーナーも完備されており、ちょっとした作業をする際に大活躍。キッチンを見ていきましょう。水切りスペースのあるシンク。コンロは IH 3口コンロです。キッチン横の扉を開けると洗面所へとつながっています。お気づきかと思いますが、お部屋を一周できる回遊動線となっています。使い勝手が良さそうな設計です。続いてはバルコニー。南向きで日当たりが良いのです。物干しフック完備ですので、バルコニーでの外干しも可能です。目の前にはシーキャンドル。下を覗くと前半に紹介したサーフボードラックスペースです。大事なボードを部屋からも確認できるのです。本日の内見は以上になります。お疲れ様でした。物件の詳細はこちらです。賃料は17万円。サーフィンも満喫したいが、ペットも車も欲しい、そんな方にぜひおすすめしたいサーファーズデザイナーズ物件でした。物件の問い合わせはメールまたは LINE で受け付けております。お気軽にお問い合わせください。サーファーのための物件、初めて内見しましたが、よく考えられて作られていてびっくりしました。皆様、サーフィンされたことありますか？私は一度もありません。海はとても好きなのですが、
眺めているだけで満足なタイプです。あまり泳ぎが得意でないという理由もあるのですが、海がそこにある生活憧れますよね。都心に住んでいる方とは全く異なるライフスタイルを送っています。単純にかっこいいです、海の男たちって。さあ、私も日課のサーフィンやろうっと。あ、ネットサーフィンだけどね。アイコンとサムネイルのイラストはイラストレーターのザートミさんに描いていただきました。詳細は概要欄から。デザコイラインスタンプも販売中です。最後にチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の物件でお会いいたしましょう。レッツデザイナーズ。